え、前さあれなんかあれじゃなかった、あのあれよ、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、ってことでなんだ、ワールドマップに行けばいいんかな。エバーブルグ海岸、もはや前回どこまで何をやったんだか全く覚えてねえや。え、これは綺麗な海だね、ちょっと泳いでいこう。いっぱいに緑に囲まれて気持ち、違う。ここだけ終わったんか。え、これ終わっとうよね。星マークついてるってことは終わっとるってことよね。じゃあここ行きますか。ハンマートレジャー、ガツンと食い打ち道作り。え、何、初めて見るクールポコみたいなやつ。トレジャーロード、ガツンと食い打ち道作り。まああれはハンマーではないか。待って、ジャンプ、はっ、おー、待って痛い。そっか、別にやっつけんでいいんか、食いさえ打てればいいんよね。痛い。そうよ、マリオみたいに踏みつけたらいいわけじゃないんよな。いや、なんかめっちゃさ、マリオの要領でやってしまうよね。わかる？あ、痛い。え？殴れてた。怖いんです、来て。燃えた！あ。やめてよ。それは食いを押してくれたわけではねえのか。うぅ。これってさ、どれぐらいまで飛んどけるん？あー！あれよね、途中でなんか、酸欠になるというか。なんかそんな感じになるよね、これ。助けてー！くっ。やったー！なんか体力半分ぐらい減ったけど。レアストーンゲットー！よし。これこっちの方とかなんかありそうじゃない？この辺絶対なんかあるやん。ほら。ほらほら。隠されていた秘密のトレジャーロードを発見。早速チャレンジしてみよう。行こうぜ。ノーマルトレジャー。ノーマル？素敵に無敵、大暴れ。あ、ノーマルの格好で、ただ無敵になっただけってこと？でもまあ敵を気にする必要はないもんね。無敵ってことは。何すればいいんこれ。え、無敵じゃなくね？これがなんかあるんか？え、何これ？ねえ、何これ？なんかしら、いって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 。怖いって。めっちゃ怖いって。でもたださ、近づいただけでは、怖い感じにはならないんだな。あ、これで無敵になる。なるほど。いくぜー。これで、ドーン。やったね。え、これ星にもある？レアストーンゲット。これ星にもある？やっぱあの敵がわちゃわちゃおるところで、だいぶやられるんかな。意外といけたけど、普通に。おいし、それじゃあ。ワールドマップで街に戻りたいときは B を押すとすぐに戻れる。オッケー。この辺もなんかありそうじゃない？ないんかーい。お、今なんか。お？てかあれよね。なんかこの調べてさ、このコインが出てくるのはいっぱいあったけど、なんかあの、時空の歪みみたいな。あれが出てきたの初めてじゃない？何気に。よし、次はここやね。コンクリートアイランズ。ワドルリーが4匹と、あとグラス3つ。オッケー。
コンクリートアイランズ。複数形や複数形。え、何？え、あっちに飛んでいけばいいんですかね。なんか泳ぎおらんこれ。なんあれ、敵？このボールなんかありそうじゃない？あの、ミッション。何すればいいんやろ。全くわからん。やだー。でも何、え、絶対なんかあったような気がする。鳥。3話の海鳥にご挨拶。おー、今のはご挨拶になるんか。こう泳げるんか。なるほどね。とりあえず海鳥。まあね、ああいうなんかちょっと目立つようなやつは絶対なんかあるんよ。何これ、何これ。貝殻とかもなんかただ単にコインなだけかな。海鳥とか普通に見落としそうだな。え、これ集めたらなんかある感じ。なんかのかけら？何？敵いっぱい出てきたんですけど、やめてよ。海鳥とか絶対見落とすんですけど、私。え、何これかわいい。ちょっと待って。怖い怖い怖い。え、何これ。え？クラッシュ、え？自爆？でも自分はダメージ受けてないね。集まったよ、全部。星だ、星。え、なんか、あの中にはどれでいい？そういうことか。ワニャワニャ言ってるよ。イェーイ！ワドルディ、よし。これで一体目。海鳥そろそろ降りそうじゃない？え、てかさ、あのなんかキラキラしとる。これよ、これ。これも、え、これ敵なんか、敵やな、イカやったわ。全然イカに見えんかったんやけど、やめてよ。え、なんかさ、あ、これじゃない？これ、前あったよね、なんか、割るみたいな。え、違う。違うんかい。違うんかい。え、前さ、あれ、なんか、あれじゃなかった？あの、あれよ。あの、クエストの一個じゃなかった？隠しクエみたいな。海鳥とか絶対見落とすやん、私。え、おらんの？本当に。絶対もう見落とした気がするんですけど、私。まあ、とりあえず行きますか。痛い。え、私そこ通ってこんかった？めっちゃ巻き込まれたんやけど、そこ通ってこんかったっけ。まあ、いいや、進んでいくか。とりあえずね。まあ、メインがクリアできれば。何これ。あ、なんか吸い込んだ。痛い。これどうやって潜るの？潜れないの？え？潜れないんすか？でもこれなんかめっちゃ光り輝きようやけど。潜れねえな。お、ドリル。あ、これでいけるんじゃない？そういうことやろ。え、違うの？え？絶対これで潜れるやつやと思うやん。てい。あ、なんか、鎖出てきた。あ、そういうこと？なるほど。ガチャルポン。やったよね。確か。出てくるタイミング遅くない？こっち側いけないのか。どう考えても出てくるタイミング遅いよね。次はどこなん？なんか自由にいろんなところポンポンいけるけんさ。
お、なんかいろいろ埋まってる。ああそんなことができるの？は、怖い怖い怖い。やっつけれたんかと思ったのに違うんかーい。怖いって。爆発するんだね君は。ああ、え、待って、あんなところにガチャルポン。ちょ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 、よし、2個目。あ、そこに。やっほー。あと1話か。ってことは別に見落としてはないかな。知らんけど。またなんか集めるやつ来たぞ。ほ。こんなところにまで。あ、待って、こっちにもなんかあるな。待って、あ、吸い込まれる。いいよ、待って。お、このタイミングで。そういうことね。あっちとかなんかない？ないんか。え、あのボール絶対なんかあると思うよね。ないんかな。でもなんかすごい意味深な感じで置かれてない？えい、怖い。私が勝手に意味深に思いよるだけかな。みかん。これも頬張れるんすか？あ、これより上はいけないのね。これだよ、これ、ボール。普通になくなるな。まあ、あそこスターやね。とりあえず、じゃあ。え、ねえ、あと一個は？ちょっと待って。あー、ちょっと待ってくれー。おー、危ねえ。ねえ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 。オレンジのやつ、あと一個は？え、見落とした？ここいける？いけねえな。全然いけねえな。え、オレンジのあと一個なくない？なんか出てくるかな？頬張る。作業者頬張り。伸び縮み。なるほどね。ダメージ受けるんかい。そこダメージ受けるんや。と、待って。これで、ああ、なるほど、そういう。ああ、なるほどね。ふんふんふん。お、また来た。イエーイ。え、待って、どこ？え、どこ？あ、これか。わにゃわにゃわにゃ。潜ってしまった。はい、これで、二人目のワドルディー。いきますか。あ、おった！見落とすところやった。めちゃくちゃボケーっとしとった。普通に、ただひたすらスターを求めていきよったわ、今。とりあえずこれで一つ、ミッションはクリアしたね。は。え、何動かないで。びっくりするんですけど。ピー。え、でか。あ、なるほど。モグラかと思ったらモグラじゃないんか。は。めっちゃ巨大なモグラかと思った。てい。ん？なんだ？鼻からお寿司が出てきた。なんて夢のような花だ。怖いよ。ここなんか穴開けれそうじゃない？そういうのはないんか？
何これ、星型なんやけど。え、何、びっくりした、なんか飛んだ。え、やめてよ。待って待って、お、あれ、これは壊せないやつ。この辺なんか全部やっつけたら何かあるとか。え、なんか絶対あそこ壊せるよね。え、それはどこからやるの。頬張る、これで転がるのか。土管頬張り、ジャンプ、はあ、おお、なんか潰れちったけどイエーイ。あ、なるほど、そこに大丈夫、吐き出す。おお、粉々になって砕け散った。あれ、ワドルディ、え、一体飛ばしてますけど、どこ。あ、待って、怖いです。え、ワドルディどっか飛ばしてんな。どこだ、どれだ。え、え、どこのワドルディを見落とした。ん、あそこか。いや違うな、いや違うな。え、こうやって落ちたら死ぬとこ。え、あー待って、怖いですえ、待って、どこのワドルディを見落としたの。え、なくない？ワドルディー、怖い。え、何もなくない？どこだい？ワドルディー、え、ないけど。え、わからない。でも、ここでもう一体見落としとるってことは、え？どこだったんだ。どこのワドルディを見落としたんだ。お、なに？マキシマムトマトを掘り当てるミッションやったんや。イエーイ。え？終わったけど。ワドルディ一体見つけられんかった。なんだ、どこだ？こっちのエリアに移動してくる前ってことかな。どこやったんやろ。え、なんか一個ミッション空いてないし。宝島へ上陸。どこ宝島。え、わからねえ。何それ。隠しルートみたいなのなんかあった。捕らわれたワドルディたち。ビースト軍団としてはお手柄の、いっぺんにたくさん捕らえられた金の檻のワドルディ。3人力を合わせたらこんな檻だって。と頑張ってみたけれど、びくともしなくて、今もワニワニャーと助けを待っています。ワニャワニャ。何これ？ロッカー頬張り、あ、ロッカーか。謎の渦の中で身につけた頬張り変形。新世界で発見した四角いロッカーを頬張れば、ピンクに染まるロッカーと合体。ジタバタガタゴト動いては、頑張り揺すってバッタン倒そう。どこやったんやろ、宝島。